マカハンニャハラミタシンギョさて時は遡ることは室町から戦国の時代第103代御土御門天皇は皆は房人法名は小刀官父御花園天皇の第一王子母は藤原の信子唐公門院父の上位を受けて即位その3年後に起きた応仁の乱で京の都は戦火に荒れ社会不安は地方にまで及んだ幕府の権威は衰え財政は急悪して町議もままならず何度も攘夷を考えたという歌集公人改修磯の玉もなどが残されている。1500年明王9年9月の28日ご崩御なされました。しかしながら葬礼費用が整わず黒殿を御所に御亡き柄を安置すること44日を数え11月の11日公約にしてこれを執り行うを得たという。重ねては平安時代の皇族佐原親王は父弘仁天皇の王子母は大和の乙嗣の娘高野の新笠桓武天皇の同母弟768年神武慶運2年11歳で出家し東大寺に従し父の即位後は親王禅師と呼ばれた。781年天皇元年兄が即位すると皇太子に立てられたが785年延暦4年藤原の胤継暗殺事件への嫌疑がかかり徳に寺に幽閉され敗退死となる。無実を訴え絶食して10日余り淡路へ流される途中に落命した。その後皇室や藤原氏に病死者が現れ疫病も流行したためこれを親王のたたりと考えた朝廷は800年延暦19年に須藤天皇の尊号を追贈した。さらに上元年間には須藤神社が創建された。785年延暦4年9月の28日後年36歳にて皇居をなされました。重ねては戦国時代の臨済宗の前奏南京随門禅師は東東美の国両丹寺二世住職で飯谷城主井伊直平の実施今川義元の葬儀を取り仕切る粉骨大道士なども務めた。直平の没後当主不在の非常時にあたり直平の若男井伊直盛の未亡人友人にと相談の上出家していた直盛の娘の次郎法師うちの井伊直虎を道家当主に推薦した。池田家の信仰により領地及び上州国司の地位を失ったが井伊家再興のために井伊直政を徳川家康の家臣へと導き後に井伊家再興が実現した。1589年天正17年9月の28日ご自宅なされました。重ねては江戸後期から明治時代の乱法医黒川良安殿は越中の国富山の出身意味名は佑く清苑または次年などを号した。長崎で吉尾権之助におらんだ後シーボルトに医学を学び
江戸に出て坪井新道に指示、後に加賀金沢藩議となり、藩校総遊館教授、首藤省頭取、医学館総督医などを歴任した。1890年明治23年9月の28日、享年74歳にてご逝去なされました。重ねては幕末から明治を生きた村橋佐成殿は、元薩摩藩士で開拓し管理を務めた梶木島津家の分家に生まれ、薩摩藩第一次英国留学生の一人としてロンドンに留学、戊辰戦争では砲兵隊を率いて東北戦争、函館戦争に従軍した。戦後は開拓士を務め、日本初の低温発酵ビールを製造した開拓士ビール醸造所札幌ビールの前身の設立に携わり、順調に軌道に乗せ好評を得たが、明治14年突如開拓士を辞し、家族を捨てて出家運水となり、独自を暗夜放浪し、長年行方不明となった後、最近は神戸にて公領死亡人として入滅した。1892年明治25年9月の28日、享年53歳にてご自宅なされました。重ねては明治時代の日本画家滝家庭殿は、江戸の出身、本姓は田中、忌縄県あざなわ支直、別号に蘭殿などを号した。はじめ大岡本邦に入門、後に長崎で鉄道祖門、東田伊豆文新国人陳一修らと交流して民心画を学ぶ。明治6年ウィン万国博、26年シカゴ万国博などに出品して受賞、花鳥画を得意とはし、内省外務省の絵画御用係を務め、提出芸員となった。日本画旧派の重鎮として活躍し、伝統美術を守ることに意を注いだ。1901年明治34年9月の28日、享年70歳にてご逝去なされました。重ねては幕末から明治を生きた政治家佐々智久殿は、肥後の国熊本の生まれ、本名は虎を後に紺継ぐ、活動また報酬などを申した。自習官に学び水戸学を収めた。政官論に敗れ明治10年西南戦争には西郷軍に従軍、後に熊本で清政校を創立し、儒教主義教育を行う。明治14年民権論に対抗して国権論を唱え、使命会を組織、井上馨、大隈重信の条約改正案に反対した。明治23年熊本国権党副総理となり、第1回総選挙に出馬、衆議院議員に当選、以来9回連続当選を数えた。この間終始国権論を衝動し、国民教会帝国党大道クラブなどを組織した。1906年明治39年9月の28日、享年53歳にてご逝去なされました。重ねては幕末期の新選組の大使斎藤はじめ殿は、武蔵の国江戸の出身、先名は山口はじめ、のちに山口次郎、藤田五郎と改名。新選組の前身である三風浪士組が結成され、斎藤はじめとして入隊。新選組では沖田総司、長倉新八と並び最強の剣士の一人と言われ、副長助勤三番隊組長、敵剣師範を務めた。池田屋事件をはじめ幾多の襲撃に参加し、また新選組隊員の粛清にも多く関わった。
戊辰戦争では幕府側として戦い、会津藩の降伏により投降、謹慎の後明治新政府の警視庁に採用され、西南戦争でも奮戦した。1915年大正4年9月の28日、去年72歳にてご逝去なされました。重ねては幕末から大正期を生きた実業家、初代安田善次郎殿は安田財閥の創設者、父は越中の国富山藩の下級武士、17歳で江戸に出て越地暴行の後、源氏元年1864年老外天安田屋を開業、海上観察交際などの取引、観光預金などで蓄財し、東京屈指の金融業者となる。明治9年1876年第三国立銀行の創立に参加、13年に安田銀行を開業、15年には創立された日本銀行の理事に就任した。また生命保険損害保険業にも進出した。晩年は東京大学安田講堂、日比谷公会堂を寄贈、帝道に親しみ金券老人と自称した。大正10年1921年国粋主義者の朝日平吾によって暗殺された。1921年大正10年9月の28日、去年83歳にてご逝去なされました。重ねては大正時代の国粋主義者朝日平吾殿は佐賀県の出身、1916年大正5年第二次満蒙独立運動に加わるなど大陸に放浪し、主に新聞社を転々とした。帰国後平民青年党を組織し、労働ホテル新州議団などの設立を画策。労働ホテルは都市貧窮労働者の救済を標榜し、資金は富豪の寄付で賄おうとしたが相手にされず計画は挫折。三官上と遺言氏の救世を用意して、1921年大正10年9月、安田財閥の安田善次郎に面会を求め、大磯の別邸にて視察に及び、同時にその場で自刃して果てた。1921年大正10年9月の28日、去年32歳にてご逝去なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました、歴史の陰に隠された名もなきすべての先事尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。